キチャンネル。ちょ、金曜日です。総チェック。はい、のお時間です。今は木金連続の総チェックというところでね、木曜日の4試合チェックしていきましょう。これでね、昨日のやつと合わせれば全試合ね、チェックに合わせてなりますので、ぜひね、皆さん一緒にね、昨日のやつ見てない方も一緒にね、見てください。さあ、ということでね、パリーグ1試合だけっていうところでね、楽天対日本ハム、5対9で日本ハムの勝利。日本ハムね、この3連戦2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりますけども、この試合ね、両先発日本ハム北山ね、楽天田中将大っていうところでね、始まりましたけど、なんと、打ち合いの打ち合いっていうね、ところで言うと、楽天がね、初回、小深田のね、ライトスタンドへホームランっていうところでいい形で先制するも、取られたらすぐ取り返すぞっていうところで、日本ハムがね、2回表に、ワンアウト1塁から郡司ね、マー君との相性抜群っていうところで、センターオーバーのね、タイムリーツーベースで逆転。で、4回裏にね、ワンアウト3塁から隅田がね、犠牲フライ打って同点に追いつくもね、6回、一気にビッグイニングっていうところで、松本清宮ね、万波、マルティネスタイムリーっていうところと、郡司がね、またまたタイムリー。で、伏見のところでね、盗塁したところをね、隅田がセカンドへ悪送球、まあ、ダブルスチールっていうところもあってね、1点入って一気に6点。ね。で、その裏ね、楽天が5回裏にね、フランコのツーランホームランで追い上げるも、この6回表のね、この加藤豪介のホームラン。これでね、もうゲームセットみたいな感じでね、勝負あったかなと。8回裏にね、村林の犠牲フライで1点取るもね、9対5で日本ハムの勝利になりましたけども。まあ、この試合のね、テーマというところで言うと、楽天先発田中マー君ね、4回3分の2、78球、8安打4三振、3四球7失点と、第5三っていうね、ところになりましたけども、まあね、この試合のね、まあ、大前提で言うと、まあ、いいところね、スライダーも含めていいところを投げ切ったやつは、日本ハム打線がそれをね、きっちりね、見極めてね、ボール球振らないんだよね。で、ボール球振らないっていうところで、ね、甘め甘め見投げて、ね、それを全部仕留められるっていうところで、このね、ストライクボールがね、はっきり過ぎた結果的にっていうところもあるしね、もう甘めに投げるしかなくなってね、まあ、そこをね、日本ハム打線がしっかり仕留め切ったっていうところで、この5回のね、もう清宮か万波マルティネスのタイムリーなんてね、ほぼほぼど真ん中クラスだからね。で、しかも右バッターへのインコースのツーシームがね、コースにきっちり投げれないんだよね。それが全部甘くなるっていうところでは通座されて、まあ、マークもね、昔のマークじゃないからね、昔みたいにもうゴーで力技でゴーアンでキュッキュッキュッで抑えていくっていうところがないから、もうなんかね、今日もなんかストレートのノリも悪そうだったし、キレもなさそうだった感じだったからね、もうそれ甘めにいったらね、棒玉みたいな感じでスコスコに打たれるっていうところで良さがね、全く出なかった。その良さをね、全く出さずしたのが日本ハム打線のね、ボール球をしっかり見極めてね、それをカウントを不利にしないで、甘めの球をしっかり待ってね、そのキレのない球をしっかりね、打ち返すっていうところが素晴らしかった。それとね、この6回の表の中でね、2アウト1、3塁から伏見の打席ね、ダブルスチールするんだけども、もう炭谷もベテランらしくない。で、もうセカンドで後頭悪送球っていうところで、もうね、何か仕掛けてくるのは分かってるわけ。この2アウトになった時にね、それをまんまとね、もう決められるっていうところと、セカンドへ悪送球ってもう、確認と技術のダブルエラーっていうところはね、この隅田の人はもうこういうところミスしてるとね、なかなかっていうところもあるからね、こういったところはこういうね、バタバタしてる試合をベテランのキャッチャーっていうのは締めなきゃいけないところで締め切れないっていうところもね、まあ痛かったなっていうね。で、まあ北山はね、5回92球、8安打4三振、3四球4失点とね、まあね、失点もするも、まあなんとかね、踏ん張ったなっていうところがあるし、楽天をね、9イニングで、すべてのね、イニングでランナー出すっていうね、で、7回はね、フォアボールだったけど、その他ね、全部ヒットでもね、ランナー出すけども、もう結果ね、この5回の6失点、ビッグゲームっていうところがね、ちょっと痛かったかなっていうところではね、日本ハム15安打、楽天12安打っていうところで、もろのね、打ち合いの中でっていう中ではね、マー君がこらえきれずっていうね、ところでは楽天としてはもう苦しい、戦い。まあ、楽天はね、本当に防御率がね、ピッチャーの防御率が悪くなってきてるっていうところでね、ここをしっかりね、勝ちきれなかったところはね、せっかくで連勝して A クラスまでね、追い上げきた中でね、最下位日本ハムに負け越したっていうのは非常に痛かったし、日本ハムはね、この勢いのもとね、8月戦線グッていけるようにね、勢いに乗れるかどうかが勝負どころ。ね。まあ、結果はね、日本ハムの2勝1敗で勝ち越しでした。続いてセリーグっていうところでね、27日の試合、1対2で DeNA の勝ち。なんとね、DeNA が4カードぶりの勝ち越しとなるね、2勝1敗でこのカード勝ち越しになりましたけど、この試合はね、先発バウアー、7回114球、7安打6三振、1四球1失点と、ナックルカーブがえげつないね。
やっぱ低めに来るね、このストレートナックルカーブっていうところのね、あの切れ味っていうところは抜群だったしね、このフォアボール1個っていうところで制球の安定感っていうところもあってね、まあスイスイスイっていう形でね、しっかり逃げ切ったなっていうね。で、中日先発メヒアね、7回115球、4安打4三振、4四球、1デッドボール2失点と、まあ5四死球出したけどね、なんとか粘って投げたけどね、まあ球自体はやっぱり素晴らしいね。ここでね、ばらつきあったけど、DeNA 打線もね、6安打っていうところで、なかなかこの7月ね、打線湿りがちっていう中でね、もうこの3回表のね、ワンアウトから関根がね、センター前ヒットで出て、ね、宮崎がレフトスタンドでツーランホームラン、このね、虎のこの2点をね、守り切って逃げ切ったっていうところではね、まあ、DeNA としては打ったら勝つ、打てなきゃ負けるじゃやっぱり優勝にね、なかなかいけないというところで、打てなくてもこういうふうにね、逃げ切るっていうところではね、非常に、いい形のね、試合になったし、バウアーの存在っていうところは大きいんじゃないでしょうか。中日もね、5回裏に先頭ね、福永がセンター前ヒット、で、メヒアが送りバンドを決めてね、で、岡林ね、で、冒頭あって、あれはね、ちょっと止められない。ハードワンパンすぎたね。片口言ってたからね、あれはさすがに伊藤もね、止めれないと思う。難しい。止めなきゃいけないけど難しい。で、その後ね、岡林がショートゴロ。でね、この強打がね、後頭、フィルダー処理セーフ。あれね、ちゃんと投げてたらアウトだったよ。ピンポイントで、タイミング的にはね、高騰して内野ゴロ、ね。で、福田がね、ホーム突っ込んできてセーフっていうところで若干ね、守備のミス、フィルダーチョイスね、1点取られて、まあでもね、そこから2対1でね、逃げ切ったっていうところは大きかったけども、まあドラゴンズといえばね、もうこのね、6回裏、ね、2対1で迎えた6回裏、先頭ね、細川がサードへの、ね、内野安打、ね、宮崎が悪送球でね、セカンドに行って、で、大島がね、セーフティーバンドを試みてね、で、あの、ランナー一塁もね、セーフっていうね、まあ、宮崎がね、これ細川の時にね、あの、悪送球ね、投げちゃったからね、低投して、で、佐野が取れなくてね、だから、かなり大事にいったのよ。だからね、ゆっくりワンステップ打って投げたことによってセーフっていうところで、このね、細川の時のね、悪送球っていうところは尾を引いてね、丁寧にやらなきゃいけないっていうところで、ワンテンポ遅れてね、内野安打セーフ。ね、で、ノーアウト一三塁になって、ここでビシエド。あのナックルカーブで三振。これ内野ゴロ取ってた。内野ゴロだけでね、内野後ろ下がってたからね、同点になった中で三振痛いね。で、続いてね、あの、ワンアウト一三塁から高橋周平がね、セカンドゴロ。で、ファーストランナー大島をね、タッチされないように下がるんだけども、これね、まあ、牧がね、その後、大島をタッチして、ファーストにスライディングして、ダブルプレーに取ってね、一点もやらない牧のね、グッドプレーだったけども、この一番の問題点は、大島と高橋周平の全力疾走をやめたことね。まず一つね、あの大島がねストップしたのはめっちゃ良かった。あのまま走れてもタッチされてダブルプレー普通に取られてたからね、止まったら良かったんだけど、あれ止まってね、全力でねファースト戻った方が良かったよ、スライディングで。でそしたら下手したらダブルプレー取れたけども、ファーストがアウトになってからのタッチとかね、あのいろいろ難しい作業をすることによって、その間にランナー帰って1点入ってたかも分かんない。であとね、高橋周平も牧が突っ込んできたからぶつからないようにと思ったのか分かんないけど、なぜかねスローダウンするなよ。でそれで牧間に合ったから、あれね、その前行ったらぶつかってたかも分かんないけど、まあ結局ぶつかって1回でしたけども、あれね、スライディングで行くのよ、足からのスライディングで行ったらひょっとしたらセーフだったかも分かんない。あのね、最後まで抜かずにね、このね、大島と牧、あの高橋周平、この2人のね全力疾走を諦めたことによって、簡単にダブルプレー取られてね、1点も取れずっていうところで、結果ね1点差で負けてるわけだから、そういったね細かいところが大事なのよ。それしないとね、なかなかね、岡林がどんどんランナー出てもね、得点機でチャンス出ないっていうところがね、これはもうドラゴンズが一番の課題の中でね、ここはあのね、大島の全力疾走かね、高橋周平の全力疾走どっちができてたらね、1点も入ってたと思う。そういったところね、ミスも痛かったし、で8回はね、あの先頭大見が出てダイソー伊藤になってきて、大島の時にね牽制でタッチアウト。この牽制タッチアウトの問題は、これ盗塁しようと思ってたらもう連勝するしかないけど、盗塁しようと思ってなかったのに牽制アウトになったらもうやばいから、まあ、高松ね、西武にトレードになったけど、高松も牽制でアウトとかね、ダイソーで出てきて牽制アウトはマジやばい、ね、そういったところの終盤のねミスでね追いつけずっていうところは痛い敗戦になったけども、 DeNA のね4カードぶりの勝ち越しっていうところではね、2点を守り切った投手陣ね、非常に素晴らしかったんじゃないでしょうか。続いて阪神対巨人ね、6対9で巨人の勝利というところでね、三冠、このね連戦はね、阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうね、巨人3連敗しなくてよかったっていうところで、今日ね巨人先発戸郷、そして阪神先発才木っていうところでね、才木はね、セリーグの中で
ストレート確率 57% と一番高いんだよね。で、戸郷がね 50.6 から 7% っていうところで、まあ、50% 以上になってるっていうね。で、これ今永も 50% 超えてるんだけども、セリーグのね、あの先発ピッチの中でこの3人だけなんだよね、ストレート確率が 50% 超えるっていうね。その中でこのストレートをねどこまでしっかり打ち崩せるかっていうところがポイントの中でね、巨人はね、3回、ワンアウト2、3塁から秋広がねこのインコースのストレートっていうところをコンパクトにいってね、センター前タイムリーヒットで2点先制。でもその後阪神はね、中野のタイムリーツーベースで、4回にはね大山のそのインコースのストレートホームランっていうところでね2対2追いつくんだけども、問題はねこの5回ぐらいね、あのワンアウトから梶谷がねレフトスタンドでホームラン打つわけ。おお梶谷って言ってね、で3対2になるんだけども、で秋広アウトになって、まさかのね2アウトから岡本のショートフライを木浪が落球バッとチェンジだったのに、ね、でそこからちょっとね、冷静さを変えてね、ちょっと気持ちが切れたか大城フォアボールで2アウト1塁になって、中田にね2ストライク追い込まれながらもねコンパクト打法でフォークをねセンター前、これもね1打席目追い込まれてからフォークで三振してんだよね中田がね。それをしっかりね次の打席はね打つぞっていうところで3打席目にね同じ配球の中でそれをセンター前にヒットでね、2アウト1塁から長野のね3球目、これね2ストライクからの3球目で、なんか梅野が外のボール球構えてんのよ。それがね最近中に入って、中に入ったって言ってもねアウトコース結構いいとこだったよ。それをね長野がしっかり打ってライトオーバーのねタイムリーツーベースっていうね、でこれね中途半端か、梅野は外してるけどストライク投げちゃうっていうね、正直ボールいらなかったと思うよ、勝負でよかったんちゃうかっていうね。でところで、でその後ね、門脇が、敬遠気味のフォアボールで、2アウト1塁から戸郷がねまたライト前ヒットで、2アウト満塁から吉川がね、タイムリーと、これ打者一巡してね、吉川も1イニング2回アウトになるわけにいかないぞっていうね、センター前のタイムリーで一挙6点、これで8対2、さすがにこれはねでかかったね。でその後ね、阪神は7回にね中野のタイムリーで森下のタイムリーっていうねところと、8回にね、佐藤のホームランというところで追い上げるけども、巨人もね8回表に岡本のねタイムリーツーベースでね1点取って9対6っていうところで、さすがにね前日に引き続きね大逆転勝利っていうところはならなかったけども、戸郷才輝が投げてねこんなに大量得点の9対6の試合になるんだっていうところはね想像外だったけども、ここプロ野球ニュースでも取り上げたけどね、今後のねちょっと秋広ね、ここまでで言うとね打率を2割9分8厘打ってんだけども、なんて言ってもね対右にはね3割4分7厘打ってんだけど、対左がね2割しか打ってないのよ。でこのね昨日の岩田とかもそうだし、今日の桐敷とかもそうなんだけど、島本もそうなんだけど、もう左ピッチャーにはねインコース投げて外にスライダーもうこればっかりなんだよ。でそのインコースつまんのよ、右のインコースはね打つのよコンパクトに。今日のね最近の時のセンター前ね先制2点タイムリーもそうだけども、左のインコースつまんのよ。昨日の岩佐もねスライダーとで対戦、ね、2割じゃん対左ね。そら原監督もよ、左ピッチャーの時に序盤からでも得点圏ランナーでいたらそらバントサイン出すよ、出したい気持ちもわかる。でもこっからねあの終盤に向けてジャイアンツのね大逆転劇にはねこの秋広の活躍もやっぱりなくてはならないわけ。そうなってくると次の秋広のねステップアップとしては、このね左ピッチャーをどう対応するか、もう思い切って引っ張り込むっていうのもねありと思うんだよね。そんなキレくコンパクトに打とうっていうんじゃなくてね、インコース山張ってパチッと打つか、スライダー山張って打つかっていうところで、もうねこれもうどっちつかずになってるし、ここ詰まるわ外泳ぐわみたいなね。でその後島本の時は外スライダーばっかりで泳がされてっていうところもあるからね、ちょっと秋広ね対左に対して弱点がね分かりやすく見えすぎてるから、そこで今後どう対応していくかっていうのが本人にとってもチャレンジだしね、ジャイアンツにとってもかなり大きい問題になるんじゃないのかなっていうね。だから今後のね秋広の打席、このインコースストレートのさばき方、スライダーの見極めというこの2プラトン攻撃をねどう対応していくかっていうのはちょっと見ていきたいね。まあでも結局ねジャイアンツがね打ち合いを制したっていう中でね、まあでも結果的には2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。さあ続いて広島対ヤクルトっていうところで4対1で広島の勝利、広島なんと10連勝です。このカードも3連勝として、そしてなんと首位です。首位、この7月27日試合終わって首位です。1ゲーム差首位です。おい新井ちゃん、おいやってたぜ、里崎のヤクルト優勝予想が当たるのかっていうねところでは、ヤクルトファンの皆さんどうですか。まあ、この試合ね、まあ、この試合先発床田がね7回3分の1 97球4安打5三振1四球1失点とね完璧なピッチングでね試合を展開したっていうのは素晴らしかったしね。で途中なんか人差し指かななんか釣ったみたいでね途中降板になったけど、その後ねターリー栗林とね完璧に抑えて、まあ、栗林もね状態上がってきたから、この矢崎と一緒にねダブル守護神という形でお互いを休ませながらね戦っていけるっていう部分ではかなりね
大きな役割としてはね、状態に上がってきたなっていうところで、今後ねカープの頑張りに向けてはいいね好材料なんじゃないのかなっていうね。でこの日もね、カープはね5回の裏ね、堂林がツーベース、そして今日のねあの久しぶりのキャッチャーね相澤っていうところで先制のタイムリーね。で6回の表にね、ヤクルトはワンアウトからね並木武岡が連続ヒットで、ワンアウト一三塁になってからね、今日復帰の塩見がねライトへ犠牲フライを打って1対1の同点だけども、7回にもね末金センターへのツーベースで、堂林がね送りバントをきっちり決めて、で相澤がねワンアウト三塁からセンターへのタイムリーヒット、相澤クーパーって2打席連続のタイムリーっていうね、素晴らしいですね。坂倉はね、坂倉も打つよ相澤も打つよっていう形でね、ここもお互いね休ませながらっていうところもあるからね、休ませても遜色ない活躍ができるっていうのはね非常に素晴らしいね。で8回裏にもねヒットとフォアボールでねランナーを貯めて、このノーアウト一塁からね4番上本の送りバント失敗、これはねバッとダメね、きっちり。その後ね代打松山とかね堂林が打ったからよかったけどね、そういったとこきっちりやっていかないとね勝つ試合負けちゃうよっていうね。でワンアウト満塁からまた堂林がねセンターでタイムリーヒットを打って4対1というところでダメ押しのね、点が入ったかなっていうね。でも最近ね末金がね打ち方がね長野にねめっちゃ似てるような気がする。でも長野とずっと一緒にいたんだよね、2軍の時もね、一回一緒になった時もね長野と末金一緒にいたからね、あのそういった意味では長野塾入ってるね末金は、なんかめっちゃ感じに似てんもんね。カープのファン皆さんどうですか。でも結局ね最近もよく打ってるしね、いい感じかなっていうね、ところはあるけどもね、ヤクルトは6回のね、塩見の、犠牲フライアウトっていうところと、まあ、塩見はねセンターライナー取ってダブルプレーっていうところもね非常に守備も良かったからね、塩見の復帰っていうのはヤクルトにとっては大きい。でもその中でねヤクルトはこの日ね4安打だったからね、まあ完敗っていうところかな。でカープはね、まあこれプロ野球ニュースでも言ったけどもね、あの日替わりのねヒーローが出てくるっていうところはこの10連勝でもね大きかったし、やっぱり先発のねとこだからしっかり試合をね作るっていう部分ではね完璧ないい試合展開だったんじゃないでしょうかね。7月27日広島首位になりましたっていうところでね、カープの3連勝でした。さあということでね、今日からの3連戦の見どころはねもちろんここ阪神対広島の首位攻防戦でございます。万が一ここでカープが3連勝するようなことがあれば4ゲーム差がつくっていうねところでは、正念場のカープにとってもタイガースにとっても正念場の、しかも初戦ね村上で野村状態ことにね良くなってきたっていうところのね両投手の投げ合い、若手とベテランねどうなるのかっていうところは非常に楽しみだし、ヤクルトと DeNA っていうところでね、 DeNA もこれ以上離されるわけにいかないからね、しっかりついていくたびには初戦のね東のピッチングっていうのは非常に大事になってくる。ヤクルトもねまだね一部の望みのね A クラスっていうところで言うとね、この DeNA しっかり勝ち切ることによってね詰めれるからね、これは負けられない。で巨人中日っていうところで、巨人もねこの阪神に負け越したけど、まあ、ここでね阪神と広島が潰し合いするからどっちかが落ちてくるわけだからね、ここしっかり勝ってねちょっと離されてる分ね A クラスにねグーって寄っていきたい。もうドラゴンズはもうほぼ全勝するつもりでいかないとね、ちょっと上が遠くて厳しくなるよっていうね。でパリーグね見どころやっぱりソフトバンク対ロッテね、ソフトバンクはね、ロッテに3連敗してからのまた1週間後ね同じカードっていうね、中で、まあ、ソフトバンクはね、オリックスに2連勝してから戦ってきた、ロッテは西武に2連敗してからっていうね、真逆の戦いでこうやり返せるのかソフトバンク、ロッテがねまた同じようにね叩き潰すのか、場所はペイペイドームに移してっていうね中でどうなるのか。ロッテは佐々木朗希が離脱したからね、この影響次だそこ誰が投げるのかっていうところもあるしね、まあ、この初戦ねどっちが勝つかかなりね大きなウエイト占めるんじゃないのかっていうね。でね、ソフトバンクに2連敗したオリックスはね日本ハムドっていうところで山下俊平太をここ持ってきてね、まあ、山本宮城で負けてるからこの山下で負けるとズルズルいくよっていう中で初戦ねめちゃくちゃ大事で、日本ハムはね楽天にしっかり勝ち切ってからの打線の周りも良くなってきたしね、だからね変なミスしないように言ったらね噂としてはかなりね山下と投げはいい試合展開になるんじゃないのかなっていうね。で楽天と西武っていうところでこれどっちかが落ちますね、どっちかが落ちる、でもどっちかが上がるっていう可能性もあるから、これはね大きくどっちのチームも3連勝したいなっていうところで初戦どうなるのかがねポイントになると思います。ということでこの週末もね熱い3連戦になるところでね、どうなるのかね、またプロ野球楽しんでいきましょうというところで今日の総チェックこれにておしまいです。それでは。